さあでは行きましょう。キャプテン翼3、ヒューガとそして謎のマジタレというか登場しまして、もうよくわからないまま。さあ次はアメリカ戦でした。先ほどは前回アメリカから、次はあれは翼。うわー、ショーパンやな。翼が合流か。いやー、みんな来た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 。翼くん、今まで預かっていたがこれは君のものだよ。来たよキャプテン。これでベストメンバーが揃ったな。よし行くぞみんな。ヒューガがベストメンバーを決めていく感覚としては若干似たディスにも聞こえたような感じもあるが、よし、まあ実際に新田はレベルも上がってる。よし、 OK 大丈夫。次はビクトリーノといいダ・シルバといい、調子に乗ると怖い相手だ。どうやって速攻を封じるか、それがこの試合の鍵になるぞ。あれどこやったっけ対戦相手。ちょっと待ってよ。翼が10に入って岬が8。おっと、マサオとカズオががっつり離れたな。でもいいのかこの場合は。ジェミニの迷宮の場合は離れていてもいいのか。まあ別にええのか。なんか変な配置っすね。新田入れんの？新田入っとるやん。KY 新田入っとるね。まあ、島津はちょっともう、島津は前半に使おう。で、ちょっと待って、ザキさんと松山。いや、松山、ここか？まあでも、まあここか。いや、メンツがだいぶ揃ってきたからね、これ。一応、まあ見すぎ入れますか。これでまだ新田が若干ちょっと裏でなんか思いっきりボールケース蹴り寄ったような感じありましたけど、ウルガイユースからはい行こう。ビクトリーノ、なんか聞いたことあんな。ビクトリーノ、またこの色かよ。もうずっとこの色なんですね基本。タイガーはまだ待つ。ちょっと実力を見ていこう。俺を止められるか。抜かせん。ヒューガが吹っ飛ばされる。マジでマジか。普通のドリブルですよ。うわマジか。パワフルすぎるやろこいつ。デシャンボーやん。あかん。どうしよう。松山もイーグルいけますけどね。うわどうしようこれ。多分吹っ飛ばされるよ。俺を止められるか。勝負だビクトリーノ。怪我人だらけ、ファールだらけですけど。ちょっと笑うとんな岬。ちょっと待って、おかしくないこれ。無理やんこの。ほなもうキーパーもします。ドリブルの備えろ。行くぞダ・シルバ。誰がダ・シルバやねん。こっち若島津やぞ。あーうわー、もうキーパー一体抜いてるけど意味あるこれ。一回ダ・シルバに出したのか。ナイスーえ、ダサこれ。全日本ユースのゴール空っぽ。どうする。あかん。えめっちゃダサい。よっしゃもろたー。バカ野郎ここはもろたー。降りてきた。なんか知らんけど久しぶりに見ました。イーグルでもハヤブサでも現れなかった鳥がサイクロンで現れる。スース、はい簡単だぜ。イージータンクトップ。まくるな、肩を出すな、もう。よし、行こう。ただまあ、ミャウザーくん。猫を飼っているミャウザーくん。嫌やな、ビクトリーノ。もう絶対止められへんやん。もう次はでもちょっと必殺系のタックル使いますよ。マジで止まらんからさ。ダ・シルバ、出た。ダ・シルバ。こいつが最終のパス出し役。ダ・シルバ。のようなもの。翼くん向かっていく。恥だ。あ、ぬるい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 わ。よーしよしよし。これはゴールデンコンビみたいなのいけるかな。その必要もなさそうだが。うまそう。マサオ頼むぞ。リラダン君。なにー。いや、ちょっと今のは意外。岬ですよ。岬でしたからね。リラダン君、鋭いパス。松山君がビクトリーの、うわ、こんな前まで送ってきたん、マジか。クリア。松山の能力なら、うわー、トラップされてるよ。まずいまずい、しまずー、シュートに備える。これや、パンサーストリーム打たせない。島津し、素晴らしい。あかんあかん。え、これ狙っとんのかな。うわー、マジかー。完全ガラ空きです。ここはガラ空きです。ちょっと戻りが遅いのよね。向こう縦パスで、結構ロングパスで来る感じか。ちょっとうざいねこれは。パンパンマッツンに1回打たせます。イーグル。パンパン。もうちょっと前線行ってね。みんな前線上がって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 。イーグルショットだ。すんぬ。飛んでる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 。はい、めっちゃ強い、めちゃくちゃ強い。あざっす。いいね。普通に強いです。さあ、ウルグアイユースのキックオフです。まあ、向こうは攻撃力はありますけど、島津は一回止めとるからね、手前から打ってくれたら、多分止めれると思うんですよね、三角飛びで。結局、この、かなりその、内まで入ってくるんで、タイガー、いつまでも調子に乗ってんじゃねえ。タイガー、パッションスタンピード来た。おいー、ナイスー。打つ。大事、めちゃくちゃ大事。2点差にしとくっていうこと。タイガー、よっしゃー。振り切っとんだもん。かっこいいなこいつ。オーケー。カノーバー、カバーできず、ノーカバーのカノーバー。よし、さすが肩出してるだけのことはある。冷えるだろ。よっしゃ、行こう。いいっすね。とりあえずガッツいい感じに使ってるし、あとは正直ちょっと時間稼ぎながら、最後残り5分たぐらいでちょっと必殺シュート誰か行きたいかな。ナイスース。打ったのかなマジで。残り200か。ちょっと厳しいか。パウパウ。見すぎに渡して、見すぎでキープさせたいかな。うわー、パスカット能力高いな。ちょっと下がらへん下がらへん。松山がついた。イーグルタックルいってもいいですかね。タイガー、あ、違う違う、イーグルパッションスタンピード。バランスを崩しながらかわすー。やるね。ここでワンツー。ダシルバがシュート打つつもりか。そうだが、当たった。ナイス。ミャウザー。実家は猫好きミャウザー。カズオと翼、とりあえずスカイラブ。翼は通常。兄ちゃん行くぞ。汗汗個性言うてー。かぶった。かろうじてパスを出した。ここに翼がフォローに行っている。届かない。慈瞳君がビクトリーノ。ビクトリーノか。どうしよう。パスカット動かない。パスカットクリア。トラップされそう。あ、うまいねー、うまいねー、本当に。行くぞダシルバ。来ました。パンサーストリーム。パンサー、えおきなりシュート来たな。あ、違う。来たー。意味あんのかどうかわからんけどー。きーいったねー。ナイスー。やば。若島津やば。強すぎんねんけど。翼。え、やばないマジで。パウパウ。残り8分ね。運びたいっすけどね。ミャウザーくんが来た。ドリブル。ヒールリフトでかわしていく。かっけー。めっちゃかっこいいなこれ。Q が渡すか。ちょっとね、味方がなんか動きが悪いというか遅いんですよね。作戦カウンターっぽくしたいな。ここ抜いて、チュレビードリブルドリブル。えっ、クローデルがクローズ。あー、取られんのかー。こぼれ玉になるのは辛いなあ。あそこで強引なドリブルいけばよかった。ダシルバからビクトリーノかな。もったれんん。曲変わった。残り5分。打ってくる打ってくる。あー、やばい。パンサーストリーム。いや、もう三角飛びです。ここは島津頼むぞ。キャッチしてますからね、さっきから相当強いですよ。キーやつー。はじいた。いや、はじいた。十分十分。石崎はミャウザー顔面ブロック打ってくるかな。顔面ブロック。よっしゃー。ナイス。抑えた抑えた。いやー、来たよー。ここが弱いんだ。マッツンマッツンイーグル即イーグル。取られんなよ石崎。よしよしよし、耐えた。2人いたらやばかったっすね。松山突っ込んで、ある程度突っ込んで2分時間を使いながら打つ。いい、ここだ。ここで決めるんだ。決めたらもうほぼ決勝点と言っていい、確定ゴールと言っていいレベル。あー、ナイスパンチングですな。見すぎがフォロー。見すぎ見すぎ、ボール見すぎ。9がゴール前。低いボールに動きを合わせるカノーバ君。倒れているタイガー。こいつほんまガッツ足りんな。根性なしや。でも倒れとるからね。カノーバーくん。うわー、うまい。ふぅ、させないか。ここはさせないか。え、見すぎ見すぎ。ちょっと待って、まだ倒れとるんじゃないか。もう倒れとらへんのかな。カズオに合わそう。スカイラブでいこう。低いボールに動きを合わせるカノーバー君。倒れている。よしよしよし。もう心臓病やねこれ。若干不正の匂いがするけどね。今のはちょっと不正の匂いがしますな。あれはあかんで。ヒューがタイガー打ったら新田と交代。あ、ちょっと待って。ディフェンスタイプカウンターにする。オッケー。翼をあまり使わずに、前半は温存して、サイクロンを一発だけ打ちたい。400まで貯めないといけないから、ヒューガに渡す。ヒューが即タイガー。開幕即タイガー。大群。まあ入ろうが入る前がいい。とりあえず新田に変わるために行ったって感じ。入ったらめちゃくちゃ嬉しいですけど。おい、やるね。やるね。シュレビがパス。翼が向かった。翼あんまり無茶すんなよ、もう。ええで、もう別にもう。とりあえず400貯めといてくれたらいいんだから、あんたは。タイガー！もう全然足りん。どうせ吹っ飛ばされて終わりですけどね。どれぐらいの確率なんやろこれ止められんの。おっおっ、あーファウルか。いやまあヒューがよくやった、よく止めてくれた、そして時間も使わせて。じゃあヒューが交代します。とりあえずヒューがをうちのエース新田に交代しまして、そうだ、慈瞳は外せんな。まあこの辺はもう外せんな。沢田も好きですけどね。オッケー。ビクトリーノがパスを出してくれた。まだましですね。ちょっと今回正雄和夫が全く機能していないので。よっしゃスカイラブ、ドリブルに対して決まったっぽい。すごい落とした、シュドーンみたいな落とした。オッケー！いけると思わんかった。ジェミニ！いっちゃってくださいよ！取られんなよ！よし。まあ多分ジェミニ中なかなか取りにくい。通常のパスよりかは多分ちょっと能力上がるっぽいから。ウルグアイユースの守りは突破されていく。はい、いいじゃない、かなり前まで来たでしょ。よしオッケー。低いボールを新田に合わせて、新田がはやぶさボレー。おっしゃ完璧、はやぶさボレーシュートだー。言うてもたー、あんまり言わんほうがいいよ、バレるから。ほぼ通常通りのシュートです。あかんな、やっぱあかんな。すごい寂しい気持ちになるねこれ。ワンツー、ゴールデンコンビ、翼くん岬くん言うたらあかん。2人でパスすんのバレバレやん。チュレミ、カノーバー倒れてる、カノーバー倒れてる。オーバーヘッドツイン、何それオーバーヘッドツイン。そしてここだ、オッケー。うわーすごい、何これ、難易度がやばい。弾くんかい。カノーバー倒れてるよ。ちょっと待って、スルーは無理やな、しかないな。新田はこれただのノーマルヘディング、頼りない。カノーバ倒れてるけど懸命に飛ぶ。カノーバすげえ、カノーバマジすげえ。翼くん高いボールに合わせていく、ドライブオーバーヘッド、いくぞドライブオーバーヘッド、ピョンピョン。うわーライジングショット、はい決まったよー。あざっすあざっす、楽勝やな。ちょっと嬉しい、ちょっと嬉しいですしてやったり。いやーなんかあれですね、必殺シュートの応酬になってきてちょっと楽しいですね。イフラントくんパス、新田くん、まあ、新田くんはもう、思い出作りやから。シルバ君、もう翼もちょっと体力が厳しいですね。ファッションスタンピード、あれかっこいいよな、なんかピョン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 みたいな。こでワントゥー。ダシルバはね、なぜかビクトリーノとワンツーはしないんですよ。仲いいのか悪いのかよくわからない。松山がダシルバについた。とりあえず動かない。トラップで来るでしょ。うわ、打ってきた、打ってきた、マジか。いけますせ、来い。これは確定。スー、そんなね、ノーマルシュートはこっちには通用しませんから。新田くん、速攻カウンターです。ワンマン速攻、ワンマン速攻入ってるよ。ペナルティーエリア内侵入。はやぶさシュート、打っていく。どう見ても普通のシュートなんですけど、色がついただけのね、言うてるだけのやつね。うわー、かろうじてとかいう言葉も出ないという悲しみのノーマルパンチング。新田ではもう無理なのか。もう新田では無理なんかこれ。さあ、やっとです。ビクトリーノに回ってきました。待っとったでしょこれ。石崎がついた。打っては来ないと思います。動かない。行くぞダッシルバ。ここで石崎は何しとんのっていうね、ブロックをしてほしいんだが、お前はここで何をしてんだよお前。三角、まあ正直島津のおかげやねこれ。正直この試合取ったのは島津のおかげですね。おわー、破裂した。ポスト、ポスト2回目か。ちょっと運にも恵まれとるな、うち。シュレビー君が来た。知らねえな。キーパーも行く。キーパーヒールリフトでかわしたろ。ただもうガッツがない。誰に出す？新田か和夫か。ちょっと見すぎ。ちょっと何してんのマジで。いやわ、なんかうわー、出ました PK。 見すぎ。もうちょっと内に入ってほしいんですけどね。ハイパーオーバーヘッドをやらせたいからね。ちょっとじゃあ新田と見すぎのポジションを変えて OK。 キッカーはもう翼で蹴りますか。取ったしね。ナイス。オッケー。5-1 ですよ。圧倒的あっさ。時間も結構過ぎましたね。まあまあまあ、運良かったやつあっても、まあ初戦は2点ぐらいのもんですから、まあ順当な勝ちと言っていいよね。よし、まああとはちょっと最後ハイパーオーバーヘッドあたりを見過ぎにやらせてあげたいなぐらい。自信がある模様。こいつはかなりドリブルに自信がある模様。時間ないぞウルグアイ。首藤君がビクトリーノについた。動かない。多分トラップで来る。うん、知ってた。よし、石崎、ここは顔面ブロック。打ってこい。石崎の活躍のチャンスねえなー。島津、シュート、シュート。来るよー。パンサーストリーム。うわ、抑えられへん。いや、もう一回帰ってくるから。もう一回止める、もう一回止める。あの時点で引っかかってもてんね。あそこね、判定はね、もう最初なんですよ。あっこで止めないと、パスの出足を抑えないとダメなんです。厳密に言うとあれシュートじゃないの、パスやもん。ただのパスなんですけど、どうするかな。多分イーグルまだ一発打てるから、最大燃費でイーグルショット打たしたらいいんじゃないかなと思います。まあライン割ろうが止められようがこぼれ球になろうが、そんなことは知ったこっちゃね。飛ばした。かなりのロングですよ。ここかろうじる、かろうじてクリア、こぼれ球になり、岩棒バージェス、バーチャスミッション、ミッションね、バージェスミッションね。ビクトリーノに帰ってくる。ビクトリーノのくせに負けるってどういうこと、どういう気持ち。ビクトリーノやのに負けるってどういう気持ち。島津、ああもうだいぶガッツなくなってるわ。島津交代や。これ終わったら交代やね。カットインはなし。島津ーあさー強え、マジで強え。石崎が壮大に出しておこうか。安心の壮大くんでね。うわマジか、やばい。よし、安心のソーダからホットライン、ソーダから見すぎへのホットライン、あピリン。おい見すぎよお前、ガッツ何にも減っとらへんがな。何をしとんねん。みんなも甘やかしすぎやから。800のまんまで何にもしとらへんこいつ。足ちぎれるまで走れお前は。ワンツー、ワンツーは無理。ああ怪我していけ、していけ、していけ、汗かいていけ、汗かいていけ。オッケーオッケー。フリーキックね。必殺シュート打てる人、ああ無理なのか。直接フリーキックはできず。ただ、全日本ユース、ウルグアイユースを下しました。オッケー。やったー。遠征も終わったことだし、この勢いでユニバーサルユースもいただきだ。これ今練習試合を終えたって感じか。おう。お前たち、ウルグアイに勝ったぐらいで何を喜んでいる？キーパー？お前は、ミューラー。俺はサイクロンを止めるために修行を積んできた。無意味な修行やでお前。勝負だ翼、俺にサイクロンを打ってみろ。いや打ちません、打ちません。しかしサイクロンは諸刃の剣だ。このまま使い続ければ自滅するぞ。ほーみたいな顔してる。どうした翼、俺にサイクロンを止められるのが怖いのか。いや全然打たへんし。だって貴様ミューラー、俺のネオタイガーショットを忘れてるんじゃないのか。そうよ、イーグルショットもな。お前のヘナチョコシュートなど問題ではない。マジかよ。じゃあ今ここで俺のシュートを受けてみろタイガー。仕方あるまい。え行くんほんまに。来たタイガー。ネオタイガーじゃんやそれ、普通のタイガーや。トラ連れてきてへんもん。うわー怖っ、顔怖っ。え何。いや正面に打つからやん。翼、サイクロンは俺が止める。ユニバーサルユース、楽しみにしているぞ。はっはっはっは。どこのチームなんやろ。ドイツかな。ドイツのミューラー君かな。どこのドイツだこいつは。オッケーということで、遠征は終わった模様。次から本戦なんですかね、わかりません。楽しみにしておきましょう。では実戦。